ガールズグランプリは、はい、なかなか濃いメンバーになりました、はい、どうですかその辺の抱負は。そうですね、やっぱりグランプリっていうだけあってすごくいいメンバーの中で走らさせてもらうんですけど、まあ、静岡は初めてグランプリ取ったあの競輪場なんですごくいいイメージはあります。皆さん強いから誰とか気にすると余計自分のレースができなくなっちゃうんで、しっかりあのグランプリまでに自信持てるようにしっかりそこまで練習をしてグランプリに向けて優勝して、400勝達成と4連覇したいなと思います。頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。